どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。お願いします。ね、ちょっと、まあ、前回アップした、ハマってる YouTube チャンネルっていうタイトルのね、まあまあお互いハマってる YouTube、ね、チャンネルの話をしましたけど、で私側の話ですよね、江戸山口さんの大江戸日記というチャンネルがありまして、その方の YouTube の話をしてる時に、伊沢さんが、おんおんでこっちが喋ってても、もう、まあ、帰りがそれしかないだからこっちも喋ってても面白くないといやもうちょっと相槌で、そう、ね、あそうなんだとか言ってくれりゃそうなんだよってこっちも返せるしっていう話になりまして、だ次回のこの配信で、配信の時に ね練習させてくれと相槌をね、お互いやっぱりほら、まあ、例えばそんな興味ない面白くない話だなってなっても、まあやっぱり2人でしか喋ってないわけですから、なんとか盛り上げようっていう、なんていうんですか、気持ち、優しさそういうのをお互い持ってやらないと、それは 何この話面白くねえなと思って、うん、まあ とりあえず喋ってるから、ほんほんほんっつったら、それはねプラス材料がなさすぎる。とりあえず喋ってるからじゃないんだよ、なんか言いようがない他に。だからそこはだから、本しか、おお、そうなんだっていうことだから、そうなんですね、だからでいい、本がちょっと良くないのか、そうなんだ、そうなんだでしょうか、だからそこももうちょっと感情入れて、あ、そうなんだ、これだけで全然印象変わりますよ。それは例えばさ、あ、そうなんだつったらさ、こっち喋っててもさ、なんだよって思うけど、こっちもまあまあと思って喋るけどさ、なんだよなんだよって思いながら喋るわけよ。じゃあ練習させてくれ。だからそれを練習しましょうっていうことですよね。そう、だからなんか今回、最近なんか起きたお話でも何でもいいし、好きな食べ物とかでも何でもいいけど、難しいよね、急にそうやって言われると何の話いいかも分かんないんだけどさ、そうなんだいやちょっと困るよね、いきなり言われても。ほら、まだ声で過剰にやるでしょ。もうそうするとこっちがまた喋る気なくすのよ。またこれはこれでなんか喋りづらい、難しいな、やってます感出されてさ。いや、それだって練習なんだから、そこの調整はさせてくれよ。いや、今のはちょっとやりすぎですよとかさ。ああ、そうそう、だから今のはおかしい。それをさ、こうなんだよって言われたらさ、子育てとかできないぞ。いや、じゃあ、じゃあ待って、グレるぞ、たぶん金井家の子供。そっちがリードで喋んなあなたの相槌を、あなたの話に相槌するって話じゃないの、私の話に相槌するっていうあれなんだから結果こうなっちゃうんだよ。それで結局こっちの話しててもさ、なんか変な横やり、もう俺からしたらすいませんね、言い方悪いけど、相槌じゃない、横やりよ、横やりが入ってきて、なんとか盛り上げようと思って横やり出てんのよ、こっちは。いやいや、それはそうなんだけど、話が普通の話しかしねえから。いやいや、まあ、だからそういうこと言ったら喋る気なくすでしょって、なん普通の話だなと思っても、そこをなんとか面白くするとか、それは助け合いとして、だって伊沢さんの話の時に なんだかなっていう話の時もさ、まあ、なんかリアクションして、極力この話を膨らげる、広げるというかね、膨らませるっていうことを考えながらやってるわけですから。膨らんだことねえからな、金京の相槌。いやいや、それはあなた気づいてないんですよ、自然とやってるから、自然と膨らんでるんですよ。なんだか、なんか見当違いのこと言うし。いや、見当違いなこと言うけど、でもそれはなんとかしようっていう精神じゃん。そこをさ、おい、そうなの、つって、まだ このリアクションだけだったらいいよ。目半分になってさ、トロンとしてさ、もうなんだったら下向きながらさ、もうひどい時なんか、あんなもう携帯ゲームやりながらさ、こっちが喋ってるのに携帯ゲームやってんだもん、完全に下向いて。どんな気持ちで喋ったらいいのよ。もう一人さ、わかんない作家さんとかスタッフさんみたいな誰か聞き手がいりゃさ、まだ喋れるけど、一対一で喋ってる相手の人が携帯ゲームやられて、そこをさ、一人で喋ってる。でもそんなもんだろ、友達って。例えばファーストフード行ってさ、喋ってる時さ、乗ってたよ、乗って、一人は乗ってるけどさ、こっちはおんおんっつって携帯いじってる時だってあるだろ。そりゃそうだけど、それに対してお前なんでそれって言わないだろ。いや、それとこれ二人しかいねえんだからって。いや、それとこれは違うでしょって。一緒だろ、そういう感覚でやりたいっつってたじゃない。いやいや、それはそうなんだけど、そうなんだけど、ちょっと違うじゃん、一応。だからもう口論やめよう、こんなの水かけ論だから。いや、口論練習させてくれ。え、だからね、練習したいっつってんのに、もう4分5分近くもね口論してるだけだから練習させてくれよ。まあ皆さん聞いてください、人生口論笑おうこういう時笑うのよ。例えば面白くない、面白くないんでしょう、おそらく
面白いと思ってやったけど、まあ皆さん聞いてください。面白いか面白いかじゃなくて、何やってんだろうって思っちゃってる。人生口論。だから人生口論で、あ、口論と口論ねって。ああ。人生口論しちゃってね、漫才の方言いました。ああ、もじってたんですね。そういうことよ。だからまずね、そこを気づかないのがダメだよね。で、まあいい。最近気づかなくてもいい。あ、明らかに何か言ったなと。ああ。急にだって、もう皆さん聞いてくださいっつって、うん、人生功労って明らかになんかボケましたみたいな、ね、やったと思った瞬間に、うん、心は何言ってるか分かんないなっつって、もう笑えばこっち乗るんだよ、あ、笑ってくれたって、まずここへ今何も言ってない。いや乗れよ、乗らないよ。いや今だって、いや笑わせようと思ってないのに急に笑われたら、何ってなるんでしょ。うん、だそこをさ、じゃあ何かやったら笑うね、うん、ボケたら、ボケたっぽい時は笑う、うん、でまあまあ普通の話でも、普通の話の時は、ああなるほど、なるほどがトーンを上げろと、つって、あ、でもさ、これそうなのとか、例えば逆に質問で聞き返すとか、ああそういう聞き返す、いや そこはだからアンテナ張って、あ、こういう感じか、じゃあこうちょっとこういう質問してるとかどうなのかなとか、そういう会話ってそんなもんじゃん。いやそんなしてないじゃん。だからそれは気づいてないんで、私はしてるんですよ。それはあ、ものすごい気づかれないというか、まあまあ自然とやってるから、お互いは好きなこと喋ってる感じするけど。いやそんなことない、伊沢さんの話は広げてる、広げてる、広げてる、な、広げられたなって感じないんだけど、いやそれがテクニックなのかな。そうだ、そんなもんさ、あからさまにさ、そうなんだとかってやられたら、それは気分悪いでしょ。あんま乗ったこともないし、金井京の相槌で、うん、それはまあテクニックなのかな。そうです、だからまあまあまあ、いやそんな話どうでもいいんだよ、7分近くも口論の話いらないんだ練習させてくれって言ってるんですよ、いやいやいや、ずーっと俺は。ああ、なるほどね、練習させてくれよ。練習ね、ああいや分かった分かった、いや何でもいいですよ、最近何か食べた美味しいものの話でもいいよ、こんな初めて食べましたとか、うん、まあ、最近ね、最近こんな散歩してますとかでも何でもいいんだ。まあちょいちょいハマってるさ、あの食べ方があってさ、何の、今のは今のいいでしょ、何の、うん、何の食べ物か言ってないんだから、うん、それはいいよね今の、うん、あのね、椎茸をね、まあまあよう分かってくるわけよ、椎茸の食べ方なんてもう大体役下にいるだろう。いやいや、まあ役なんだけど、役なんかい、いやちょ、もう聞いてよ最後まで何やね、違うのよ、その、いやちょっと何か、何だ、いやちょっと違うの、あのね、なんつうのかな、合ってるだろう、だって、ね、相槌というか、なんか挟みすぎ、まだまだ序盤というか、挟みすぎって、ね、ある程度聞いて、はいはいはいっていうとっからのあれだから、もうレンコンの挟み揚げみたいに言うなよ、挟みすぎって。え、笑わないとボケてんだから乗らないだろう。いやいや、まあまあまあ、それはちょっと今やめよう、うん、やめよう、もう一回、じゃあもう一回、だから最近ね、まあ、家での食事でさ、うん、ちょっとハマってる食べ方があってさ、お、家で飯食えるようになったの。何、家で飯食えるようになったのって、そんな昔から食べるでしょ。あれ、なんか外でなんかね、路上飲みとか好きだから、外で食うの好きなのかなと思って。だから路上飲みなんかしてないっつってんでしょ、前も言ったでしょ、してないって。いや、それは外で食べる飯はうまいなっつってたじゃん、ホコリと一緒に食べる飯うまいなって言ってたじゃん。それも家の中って食べれるようになったの。いやいや、そんな話したことないし、そんな食べ方はしたことないけど、ああ、いや、それで、それで、それで、うん、家の中で食べ方があって、ああ、家の中で何、椎茸を食べるんだ。そうそうそう、焼いて、ああ、焼くんだけど、ほら、あのお餅とか焼くさ、あの電気のやつわかる、あの何それ、知らない、電気のやつ、電気のやつ、お餅とか焼くさ、うん、なんか何、電気のやつって導線みたいなのが、30丸ぐらいな感じでさ、ポンポンポンってあって、うん、分からない、何それ、それがあって、ホットプレートみたいなやつ、ホットプレートみたいな、うんうんうん、あんのよ、うんうんうん、で、うん、まあそこに網を置いてね、網を置いて、うんうん、で、まあまあそこでさっと椎茸をさ、うん、ちょっと炙るというか、醤油とか垂らさず、まあ醤油垂らしてもいいし、うん、途中で、ね、どういう食べ方してんの、何もつけないで食べても、それで、まあ、塩で食べたり、塩で、ああ、塩か、いいよね、塩がね、さっぱりね、そうそう、それで一杯飲んだりするっていうのが、うん、なんか
なんかちょっとしたね、うん、なかなかそういう普通のご飯とはちょっと違う食べ方すると、うんうんうん、まあ居酒屋行ったような感覚というかさ、あー分かる分かる分かる、うん、そうだよね、いやなんか楽しくない、なんでだよ話が面白くねえんだろ、なんでその話人のせいにすんなよ、違うやなんだこの話、あいづちが長すぎるんだよ難しい、いやもう、もうダメだ、平行線だよ平行線、難しい、次回に続こう、次回もやんのこれ、いやもう難しいんだよ、いや なんかちょっとやってる感出しまくりだし、なんかいやそこはだっていきなりできないだろう、いきなり芝居やったことない人に芝居やらしてやった感出してんじゃねえよって言われたら嫌だろう、まあそれは嫌だけどさ、子育てできねえぞ金城なんて、いやそういう話じゃない、何やっても潰していくんだから、いやいやくれるぞ金城のことも、いやもうちょっともうダメだな、なんかうまいこといかんの、どうしたらいいんだこれは、我慢が足りねえんじゃねえか、かなり今日の私も我慢ですか、うん、そう結構乗ってたよ俺、引き出した質問もいっぱいしたし、うん、質問した割になんか全然乗らねえし、いやちょっとなんかすごい質問とか圧が強すぎて、いやちょっとスイッチ入れるよこっちも、いやそうなんだけど、やったことないやつなんだから、圧が強すぎて、いやまあまあまあそうなんだけど、ああああなんかああってな、いやあの気持ちがああああってなる、難しい、いや難しい、こっちも難しいわ、難しいわ、金城の話をどう聞いていいのか分からん、難しいわ、いや私もどう話してあげていいか分かんないよ、コメントください、えコメント、金城の話どう聞いていいのかコメントください、どういうことどう聞いていいって、いやいやそんなの分かんないでしょ、そんなの聞いてる人も知りませんよって話でしょ、いやそこは2人でお話ししてもらって、いや難しいわ金京の話聞くの、じゃあもういいよ、もういい、やめよう、なんかもうそんなんでお互い聞いてたらもう話入ってこない、入ってこない、なんかもうこうやんないとやんないとか、じゃあもっと自然でいいってこと、もうもっと自然でいいよ、もうそこちょっと我慢してもらって、じゃあ金京さんには、うん、まあいいよ、もう眠たくなってもいいから、うんうん、こっちはこっちでしゃべるよ、そうしよう、うん、そっちの方が自分で喋ってる方が乗ってるじゃん、金城、まあ確かにそうだ、変に入れられるより、ああそうだね、変に入れない方がいいんじゃないかっていう気もするよ、ああ分かった、うん、じゃあもういいや、表情だけはニコニコしとくよ、うん、まあただ今マスクしてるから分かんないんだよ、その目は笑ってる、ああ目、そっかそっか、目笑ってくれば、目笑っとけばいい、はい、分かりました、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、感謝感謝。